半球バス、芦屋浜営業所は、兵庫県芦屋市新浜町一番3号にある、阪急バスの営業所。最寄りの停留所は、芦屋浜営業所前。一体的に運用されている出張所として、南芦屋浜出張所もあり、こちらの最寄りの停留所は、浜風大京南。芦屋市にある3つの鉄道駅を中心に、市内各地を結ぶ生活路線を担当しており、 一部の路線は西宮市まで足を伸ばす。上記の鉄道駅を経由する路線は、向かう先の奇襲点が同じでも、経由地が細かく異なるものが多く、混同を招きやすい。このため、乗客に対しては、系統の番号や時刻表、方向幕での番号の色分け、そして経由地ごとの通過する路線の一覧表を掲示し、区別を明確にしている。このほか。 六甲山を走る六甲線も東営業所が担当しており他の路線とは共通する停留所が一切ない飛び地路線となっているかつては阪急六甲駅前に六甲出張所を設けていたが後に統配合されている阪神バスとは競合する運行区間が多かったが阪神はかつてよりも市内での運行規模を縮減しており 特に市内を南北に縦貫する路線は、阪急の独占場となっている。東営業所の開業以前より、芦屋市内の路線は、国道2号の上宮川交差点付近に存在した芦屋営業所が管轄していた。現在の芦屋浜営業所は、1980年頃に芦屋浜を埋め立てた住宅地、シーサイドタウンが開発された頃に移設されたものである。なお、 1971年からは、芦屋ア市内線芦ア,ア学園系統の廃止に伴い、スクールバスの輸送契約をしていたが2005年3月を、もって契約を解消した。運賃はいずれの系統に乗車しても、区間に関かかわらず大人220円、小人110円均一となっている。2015年3月28日の路線改編で、循環系統の循環区間で、 最初の停留所で、系統番号が変化する系統が登場した。足屋病院前、方面足屋浜シーサイドタウン地区、足屋市内の各駅から足屋市山手へと走る路線。7系統、阪急足屋川発着便を除いては、シーサイドタウンからの直通運行がなされている。2015年3月28日の改正で21系統、22系統、 62系統が新設された。クラクエ方面岩塩町方面、シーサイドタウン方面市を芦屋方面系統番号の不番規則なお、系統番号を不番するにあたって、芦屋市内線では規則性を持たせている。大きく分けると、次の通り1977年9月21日に、アシウドライブウェイを運営するアシウ開発が独自に運行していた。 足湯バスから事業を譲り受けた。現在も足湯バスの名で親しまれている。阪神、JR、阪急の各駅を経由して足湯ドライブウェイを北進ア足湯開発がデベロッパーとなって経営する住宅地、アシ屋アハイランドや有馬温泉への生活、観光輸送を主としている。80系統は山口営業所と共同で運行しており、 2009年4月1日からは、阪神芦屋発、有馬行きの便が、山口営業所前まで延伸されたとともに、全便、有馬停留所を経由しないようになった。逆の山口営業所発、阪神芦屋行きについては、従来通り、有馬に停車する。2014年8月の台風11号の影響で、足湯ドライブウェイが通行止めになったことに伴って、 同年8月15日から2015年7月17日まで80系統は全線で運行を休止していた。この運行休止に伴い4日後の8月19日から阪神芦屋奥池まで芦屋浜営業所による80系統の区間運行臨時便が運転されていた。この臨時便は芦屋ハイランドは経由しなかった。なお、81系統が経由するウグイスダに 木地が谷の各停留所では、長年校舎のみの扱いとなっていたが、2005年から乗車の扱いも行われている。氷六甲ドライブウェイを介して、半球六甲と六甲山上等を結ぶ路線。当初は、半球六甲六甲山頂系統のみであったが、2003年に、マヤロープウェイ、聖の駅前まで延伸。 さらに2005年には神戸市営バスが運行していた山城を走るすべての路線を譲り受け、現在に至る。路線名は過去に走っていた裏六高線と分けるために表六高線とされることがある。いくつかの系統があるが、系統番号は設定されておらず、混同しやすい。現在の運行系統は1999年4月6日の 路線改変からのものであるが、これまでにも、幾度か、路線改変を実施している。二千十三年一月二十八日改正から二千十五年三月二十八日改正前まで、芦屋病院前方面シーサイドタウン方面二千八年十一月二十日改正から二千十三年一月二十八日改正前まで、潮芦屋方面九百九十九年四月六日、 改変から2008年11月20日改正前まで、塩芦屋方面1997年1月8日、改正から1999年4月5日まで、芦屋病院前方面、苦楽園方面が2園長。 方面シーサイドダウン方面1997年4月1日改正より1998年4月1日改正より1998年5月15日改正より1987年11月20日改正から1997年1月7日まで、足足足南部地区と北部地区との間を乗り換えなしで結ぶ直通系統が増加し、利便性が向上された。 改変前に比べ系統数が増え、きめの細かい反面、複雑な路線網へとなる。なお、南宮町、内出浜町、松浜城といった、停留所は1997年1月8日以降廃止されている。倉國園方面1990年1月25日まで1990年1月26日改正より、岩園町方面芦屋病院前、 方面、芦屋病院前方面、1988年9月25日まで、1988年9月26日改正より、シーサイドタウン方面系統番号の不満については、若干の例外はあるものの、概ね以下の通りとなっている。1982年12月9日から1987年11月19日まで、芦屋浜出張所の営業所への昇格。 芦屋アア営業所との統合に伴う路線改変。高段北口、高段口は現在の岩江町、岩江橋のこと。1982年以前昭和期、芦ア屋ア市内線は不採算路線として路線整理が行われている。主なものとして、1977年の改変では、阪急芦屋川半信芦屋間の芦屋川右岸地域が1 9七十年には、 芦屋アア学園系統といった路線が廃止されている。なお当時どのような系統だったかについては、資料が全くないため定かではない。芦ア屋ア市内線は220円均一。芦屋アりませや六甲線は初乗り160円、または170円からの距離性運賃。ありがとうございます。